ちは。こんにちは。はい。あのね、バッテリーと、うん、そこにはオーバーホールしたキャブがあります。はい。なので、今回はエンジンがかかるまで。お？かかるまで。はい。やっていきたいと思います。はい、おそらくかかるはず、うん。何も異常がなければね。まだ何とも言いません。うん、かからんかったらどこば線ば次エンジンばなんか線ば、ね、今日一応かかる予定ではあるけど、かからんかったらあのヤフオクでちょっといや修理しますよ。どういうつもり？このガソリンたちの油出しを、はい、このところとここにねえらいガソリンのこの漏れがついちゃってて、こいつらをとりあえずね除去していこうかなと。これキャブクリーナーです。落ちるんですね。落ちる、ちょっと児玉さんにお願いしようかな、うん、いいよ。すいません。あ、で先に言っておきます、はい、一番最初にあのセレクトの外装を出してたじゃないですか、うん、おそらくアレンジしようとしてて、まあ、カフェスタイルにしようとしてます、うん、のでカフェスタイルになるだろうなとかいうコメントは受け付けません。でキャブちょっとつけていきましょうかね、はい、こいつは2気筒なんですか？2気筒、まあね、綺麗にするのはもうかなり後かな、こいつは。とりあえず、うん、エンジンかけてからぼち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 仕上げていこうかな。めちゃめちゃ、はい、まあね、他にもね、いろいろ変えんといかんところは本当にあります、うん、いろんなね、ゴム製品だったりも何でもかんでも、うん、なんかさっきパッキンがひび割れてる。そうそう、ここのインシュレーターがね、カッチカチになるんですよ。あ、ゴムは硬くなる。ゾクゾクするね。まあ、にじやすいとかは起きるかもしれんけど、うん、エンジンがちゃんと始動するからね。はい、でよし、パワー、ナイス。はい、まだおそらく入ってるかなぐらいです。ツイッター入れて、はい、ツイッター来ました。なんか後ろのやつとつながりました。クリーナーボックスですね、はい、空気をきれいにする。エアクリーナー、うん、これがバッテリーケース。こ、うん、こにバッテリーがじゃん、まあ、この辺もね、うん、塗ろうかなと。あとフレームがね、うん、この辺ハゲとくけんね、ちょっとフレーム色変えようかなって思ってます。わかった、金やね。ブブー、先読みした、また先読み、金や、ね、金が似合うと思います。ブブー、じゃあ何かと 色付きフレームに従うけん、俺の CB もね赤フレームにしようとしようとしようとけん。いやー、そっか。変速系もね、こいつね、おそらくね、いっとらんと信じとく。思いでとりあえずバッテリー乗せてみますか、ね、はい、はい、バチン。さあ、運命の時や。これでかかるかどうか、はい、色がつくかどうか、色がないとかつくかどうか。お、おい、お、回ったよ。あ、ついた、回ったよ、セルの回ったよ、今キュンって言ったよ。行くよ、うん、パッパーン、パッパーン、パパパーン、パパパーン、ついたよ、パッパーン、パパーン。おいおい、うえ、あ、もう来ちゃうやん、これ。ガソリン買いに行かないか。児玉さん、ガソリンなんかちょこっと穴ありますよ。あ、マジ、はい、この間ゴリラに入れた残り。あ、マジ、はい、あ、ついて、ついた、シェル回ったよ。さあ、ガソリンの入れるやつ買ってきたんですよね。できました、はい、はい、ガソリン入れを DIY しました。はい、プペラ台ね、台台しました。じゃあ、そうそう、あ、デイとこもないじゃん。はいはい、愛なの、オケって言わんと止まらないの。ガソリン、ガソリンが行ってほしいです。かかると思う？いや、わからん。タバコ吸うわ。かかると今一番危ない。自分の持って、まだ入っていく。チョークを引きまして、セル、俺が持ってこっかぐらい。お願いしますよ。おう、
あれはしてない。シール何？アイドリングは抜いてます。するようにしてないで。思ったよりあれやったね。うん。結構簡単に変わったね。うん、いや思ったより静かやったなと思って。うん、いや、うん、すっげえなんかいっぱい詰まね。めちゃくちゃ詰まって静かなんじゃないのこれ。うん。ちょっとこれなんかちょっと。煙が出よるよ煙がずっと。いろいろ焼けよってやろうね。今エアクリーナーを。はい。またね、外してみました。なんかちょっとスポースポースポーってなんかちょっとおかしかったなって思って、うん、外したらこの中にスポンジがあるんですけど、うん、こんな状態です。もうガソリンとかでね、ボロボロなって、まあ、これがついてるよりかはもうなしの方が、うん、まあね、買えばやるんで、うん、今度スポンジも入れとくってことですね。うん、これごとね、やるけど、スピードが乗ってなかったから買うけども、今手持ちにないので、うん、とりあえず、なしで、はい、でも結構ね、大事GS はね、あとパーツがね、うん、めっちゃ出とるけんね、うん、あの純正でも出とるし、うん、純正じゃないやつで、純正にないものも出とるし、うん、パーツに困ることはおそらくないかな、うん、今回、まあ、エンジンかけるのはまあそれはもちろんです、うん、でもいらんもん外していくんやろ、これを外したいんですよ。いらんもんね、ロケットカール、はい、こちらのロケット、レプリカ、いやいやいやなんとか井上のレプリカ、そうそう井上のレプリカ、これジョーカーズ製やったかな、ジョーカーズね、あのこんだけ厚かけんが、いや違うかもしれん、このメッシュじゃなかったかも、了解です、分からん、まあ、とりあえずどっちもいいけどね、はい、最高や、あとね、うん、なんかコメントあったでしょ、ウィングさん、そうそう、ディスらないでくださいって僕の先輩のメーカーをディスらないでください、うん、ディスってないよね、徳ちゃん、ディスってない、俺あの結構ウィング感はめっちゃ好きですよ、うん、はい、マサトさん、好きですよそれ外せばいい、うん、まずはじゃあピカピカのあれもカウル、ここら辺からこっち小玉さんじゃあ外してください、送って外すんで、あウィンカー、あじゃなくてここウィンカーと、もうウィンカー5と言ってよかし、うんうん、了解、はい、ここ外しておくよ、バコーンって、はい、ちょっと俺あの八木さんに電話せんといかんけ爆発8人グループやけ八木さんめっちゃいい派手アホがバギー好き、いいでもバギー4校に派手にしね権限されるしバギー俺友達になれる絶対いいやつや派手やほしいあそういうことか、それ外したらライトの位置もまた変えやんってことか、そうそう、なるほどね、そうそうそう、ライトバーすげーね、どうしようか、あ、なるほどね本来ならばこの辺についとかないかんやつですもんね、それからここまで出とってですもんね、飛び出せ、まあ、地上から地面からね、160以内やったと思う、うん、あのあれがね、うん、高さ、うん、ライトのその光軸の高さが、それまでに収めとって、うん、がっちりしっかりロケットバック固定しとけば、うん、ロケットカールは一応違反ではない、そうね、カウルでも同じ悩み中やね、うん、何のカール、まあ、デュアルにするなら、ね、2つ目のね、2つにするなら、うん、まあ、大神ってとこのカールがいいし、いろいろね、悩むよね。バンディットのカールでいいやもん。バンディットのカールかっちょがっすよね。レアやけどあれ。ハーフカールっぽい、ちょっとしたやつね、あれ。好き。はい。
カポンと行っちゃってみてください。ゼッテケテーテーケテー。おぉ仕留めた。ついに児玉さんの下がったことができるじゃないですか。カルマン気持ち悪い気持ち悪い。そんなにしょ。なんでよ。でもだいぶ普通のバイクになってきたね、うん、ちょっとヨーライさんびっくりするかな、これについて。そのままペタってつけるだけなんですね。そうそう、ここにね、ライトステーっていうのがあって、木島さんの、よし木島さんのライトステー、はい、ライトステー木島さんお待ちしてますよ。復刻でも何でもいいんで、うん、お待ちしてます。まあここにね、挟めて、はい、ここのね、あ、じゃあ上はトランバってことですか。うん、一回トップブリッジ外して、いや、ここもね、アルミのトップブリッジとかね、前の GS は上田っていうところのやつつけとったけど、うん、スイングアームとね、うん、トップブリッジと、そう、まだ作ってくれるのかな、うん、どこが出してるんですか。上田レーシングっていうところ、上田持ってこいやー。いやね、その前の取り付けた時もね、確かね、結構無理言って、うん、やっぱアルミのスイングアームとかさ、当時物とかあるわけよ、やっぱ旧車のやつで、はいはい、怖かやん、当時物って曲がっとったりさ、特にアルミ、うん、それなら、もうメーカーにお願いして作ってもらった方がいいだろうと、うん、で、言ったらね、あれが案外作ってくれるけん、はい、いろいろね、あるバイクは面白いね、うん、まあ、バイクはね、やっぱなんだかんだね、うん、好きなのに乗るがベストと思う、うん、ね、ここも中も変えてるんですか、これ変えてる、元から、あ、元からじゃない、これ確かね、ワンズ&M やったっけ、何やったっけ、俺の言った時とかそういうのなかったもんね、のカルスロ SP とかいうやつらしくて確かね、そういうやつやったろ。もうおいの名前の時からね、だいぶ進化しとるけどね、あっちの業界これもハズサンバとか、ハズサンバ、ブンチンステーっていう、なんてブンチンステサタさん、サタさんが喜びよるかな、初動のあのブンチン、そうそうそう、ブンチンのことしとくけど、うん、ブンチンステーだいたいね、あっち系のパーツね、うん、結構ね、デタラメな名前多くて猫ちゃん取れたよ、猫ちゃん、あざす。そしたら、児玉さん、はい、この猫ちゃんバー、シーちゃんに変えてくれんすか。シーちゃん、シビエ、シビエっていうメーカー、あのイノシシの肉とか、うん、そうそうそう、シビエ料理、ジビエやわジビエやわ、児玉さんがついに乗りつくわ、えらい喜んどるやん。よし、はい、できました。はい、シビエのライト、このね、これがいいですね、出てる、デコッパチが、うん、4フワとかね、ケッチとかこう、へこみとか、マテッツとかもあるけど、平、デベソー、デベソー、へっこんでるやつとか、うん、それこれはもう、プルッと、つるっと、お椀型、お椀型、いいね。マーシャルもね、この形で彫りとかあるけどね、いろいろ形が、気づいた、ここも星ついといい、ついとる、環境レーシングさんのマウントかな、ね、いや、でもかっこいいね、木島のライトステー、これと、うん、ね、あの今のライトステーとか、木島さん、チャンスですよ。入る？はい、これ無理にね、なんじゃかんじゃ入れとくとね、いざあのヘッドライトばっつけた時にね、閉まらないんです。こちら、吐き音はブルル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 みたいな感じですけど、ブルルンペーっていう、ブルルルンペーペー、ブルルルルンペーって。最初聞いたとき感動したですけど、ね、何やあの音何やその音って何ヘッドライトをください、うん、星葉つけんでこいですか、星大丈夫、おいやっとけ、普通にここにあってもあれやったね、気づかんかったね、うん、おいよう収まったよしやりいっちゃうけど、あ、でもいいやん、やっぱ、うんうん、ブレーキホース変えんっていうかね、クラッチワイヤーも嫌、うん、長い長い、うん、ワイヤー類は全部やね、うん、うん、うわ、こっちいいやんでね、お磨き作業もしっかり頑張ってと、はい、でまあ、うん、ちょっとこういう工事ライトに戻して、うんうん、じゃないとちょっと微妙だね、うん、
でね、おそらくけどね、うん、このビート、うん、これ偽物と思う。ついとるけど偽物なんですか、これ偽物と思う。なんで多分ね、中手思うもんね、これビートは俺、いや、私たち出してませんって多分なる可能性があるね。なんか文字が違うとか、うん、いろいろこう言うけど、いろんなタイプがあるわけ。そうそうそう、弦が文字違っても本物やったりするわけですよ。この文字がだいたい偽物って言われるわけもんね。普通やったらこうね、耳のこう、こっちほら、こうあるやん、ね、うん、T とかの、うん、こうやったら偽物とか言うけど、うん、本物で、うん、いろいろなんかあるけど、佐田さんより今のとこ横にが喜びよかもしれんね。佐田らあれって横にって言ったらいかんね、俺知らんけど。オーストラインさんのガレ横でね、 CBX はね、井上エンデランスが一番いい音ってマフラー言いなさったけど同感いい感、いやいや、同感まあまあ、いっぱい。はい、なんで、あ、ちょっと、おい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 、マイガソリン、おじょおじょおじょ、耳痛ぇ、ね、確かに鈴鹿かどうかわからんけど、ボンって言ったね、これね、吸い込みって言うけど実際には、うん、バーッ、うごーって吸い寄るわけじゃないっていう話ね。出たんやろ、その時も。はい、ポポポポポって世間、ブーン、ドド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 ってなりよった。でもね、こう手が置いとったら、うん、ツポポってはちょこっとちょ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 って、で、どのバイクでもなるっすもんね。結果そこでの音が内容か、わからんっていう、これたったこれだけでね、であんなに音を抑えられるんだね。超音機ってすごいね。つけろよ、みんな。でもね、エンジンかかったし、ですね、両方売ってる、2発とも、で、あんま吸わんやったね。もうちょっと、あ、多分キャブの中身ば変えたけんと思う。とりあえず、一旦ここで終了しようかな。はい、今回は、はい、ついにエンジンもかかり、はい、したかったけど、うん、でちょっと見た目も変わりましたね。若干変わってきましたね、はい、ロケットガールが外れました。はい、はい、私はマーシャルよりシリア派です。はい、そうです。はい、うん、マーシャルも素敵、いいですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。